メントコメント、あかんさん、よひくん、むぐちゃん、はなちゃん、のっちゃん、きりゅうくん、きょろくん、つーさん、わたさん、かずくん、さまきさん、たつさん、まとりんさん、いくささん、とみさん、しのちさん、はまちゃん、すーやんさん、黒船さん、あ、はやちゃんひろきさん、ともくん、ゆいちろうさん、まーずさん、しょうさん、なぼすけくん、にっぽりんさん、ゼロさん、かん、なっちゃん、ゆいかちゃん、おなみじゃないよさん、王子さん、ライトボールさん、いるさん、ミクシーちゃん、お、木彫りのシャケさん、ペペさん、ケンケンさん、なんて、ブリメロさん、ふふふ、なゆきたいせんくん、ひろこくさん、あっこさん、いくささん、カップさん、チェンさん、ノーリーさん、ペペさん、しばさん、しっぽさん、みゆちゃん、たろうさん、しばさん、たかしんさん、2分読んだ、こんばんは、どうもです、岩田ひなと申します。久しぶりにやってるの、緊張してるのあー久しぶりにショールームやったら緊張しちゃう。髪型こんなんでいいかな、ちょっと髪型がね、今日ね、どうしようかずっと決められなくて、もう三つ編みにするかツインにするか悩んでてね、結局三つ編みツインという中間を取ったの。もうちょっと三つ編み増やした方が可愛いかな。どう思う？いや可愛い、本当にスチスチピピやった、めちゃ久しぶりね、久しぶり、見に来てありがとう。こんな変、なんか変な髪型かな、これって、これって変な髪型かな三つ編みとツインで迷って結果こんなツインになったけど、変な髪型かなこれって、どう思う？やめる？今日投票で決めようかな髪型。あ、ちょっと待って、テロップ書きたい。そんなことない、ほんと？やったんアルプスっぽい、アルプスっぽい、初めて言われたハイジなななな、な似合う、ありがとう。あ、ね、見て可愛いでしょうね、かわいい、もふもふ、かわいいね、よかったね。あ、のっちゃん、くまさんありがとう、ごめん、くまさんオンにしてなかったです。めっちゃすこ、本当にこの髪型でやろうかな、じゃあ今日は。くま、みなちゃんこんばんは、こんばんは。ペーター、ペーターになろうかな、ハイジじゃなくて。そう、似合う、嘘だ、みんな似合うって言うからさ、何でも言うから、わかんない、何が似合うのかわかんないじゃん難しい。髪型決める投票します、どっちでもいいですよ。スーパー久しぶり、スーパー久しぶり。あ、はなちゃん、くまちゃんありがとう、くま決める、どうす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 る。坊主はしませんじゃあ投票するか、髪型を決める投票するかしないかの投票するね、今からそう、よかった、髪型を決める投票するかしないかの投票するからね、いくよ。1番髪型を変える投票する、2番このままがいい、よろしくお願いします。久しぶりすぎて泣いた、泣かないで。1番が髪型を変える投票する、2番がこのままがいい、どうぞ。てりまかしー、てりまかしー、いっぱい言った、インドネシアでてりまかし1番が髪型を変える投票をする、ん、髪型を決める投票をする、2番がどう、そのままっていうやつ、何でもいいよ。1番髪型を決める投票をする、2番髪型をこのままにする、
るだけ投げる両方投げちゃった両方かいや。今もここに来た。あらま。1番髪型を決める投票する。2番このままでいく。54321020。2番このままでいくの勝ちということで、このままでいきますこのままでいきます。めっちゃ僅差ね。めっちゃ僅差やった今。ちょっともうちょっと緩くしたらかわいいかな。髪型難しいんだよね。なんか微妙な長さなんだよね今。長くもないし、こうなんか短くはないじゃん。やっちゃんとトークするしてください何その僅差ね。すごい僅差だった。やばくない？今一瞬見たけどめっちゃ僅差だったうん、それもそれで好き好き好き、ちょっと好き好き好きよな、あなたがたらたらたらら。移動中はずっと寝てました。ここはひなさん、くまちゃんありがとう。くまーん。初見見に来てくれてありがとう。わしょいわしょい。日本人です。ひなも日本人です。英語全然喋れません。うんだよねそれな。でもすごい長かったの。なんか広島駅がなんかこう、広島駅から空港までがなんかめっちゃ遠くて、もうそれでなんかめっちゃね長く感じた。そうなんかもう10時間くらい座ってるんじゃないかって思った。何時間座ってたんかな。でも多分10時間座ってたと思うんだ。うん、遅刻したダメじゃん広島空港どういうのかね。なんか山にあるんだよね広島空港。なんであんなってんのね。それおケツが死んじゃう。おケツが痛かった。んなんか映っちゃいけ、物映ってないね。うん大丈夫。ん何これ。あ布団か違う枕。あ、カズンドクくん、くまちゃんありがとう。くまーん。それは広島の味噌。味噌？ミスじゃなくて味噌？味噌。あ、血液してきた。でもね、その後にね、もうすぐ、その日すぐマッサージ屋さんに行ってですね、もうめちゃくちゃ揉んでもらった。ずっと腰とか足とかずっとってやってもらったからね、復活しためっちゃね、もう体がめっちゃ疲れてた。クマ好き。クマは好きだよ。クマね、あれがね欲しい。クマになれるパジャマみたいなやつが欲しい。あれかわいい。また来た。やっほー。動いてるお城見る。久々すぎて涙。泣かないで。祝ったひなはね、1週間ぐらい多分ショールームで来てなかったかな。うさぎはひよこは、うさぎも持ってない。確かに欲しいね。うさぎとかひよこあるんかな。パジャマ。くまちゃんは見たけど。えやとしさん、くまちゃんありがとう。ゆまくまくまちゃんありがとう。くまくまうん、そう。あ、もしかして待って、クマタワーだったのこれ。ん本当に。あ、にゃんとしさん、クマタワーだ。クマタワーありがとうです。クマ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 ありがとう。いやいや、ボード、久々に書くこのボードに。あ、鼻歌何にしよう。くまーん。ジャカルタの食べ物美味しかったよ。いろいろ食べた。何歌おうお土産、お土産ね。お土産皆さんにないです
森のコンサ、あ、いいですね。森のコンサ歌っていきましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。んー、なんだっけ、はい。ある日だ。ドゥ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 。ドゥドゥドゥ。ドゥ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 。ドゥ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 。ドゥ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 。ドゥルルル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 。あ、なんか下手、なんか下手になっちゃった。なんか思ってたのと違うものができた。ちょっと待って。できたー。クマタワー、リアタワーでございます。木の実描いた。下手くそな木の実描いた。おしまい。クマ、そうクマになってるんだよ。またはだからね。うん。クマタワーがまた来たわ。誰？あたてだらだらはい。はい。あー、カズンドクク、あしカズンドクク、クマともありがとうでございます。クマ、クマ、クマ、はい、クマ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 ともありがとう。ちょっとちょっと、読めてないクマさんはいないですか？大丈夫ですか？はい、じゃあもう一個書くね。ドゥルルル、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 ドゥルル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 ルくま、くま、おしまい、おしまいです。ありがとう、くまでした。先週の ANN は最高。今先週の ANN を思い出した時にニヤニヤできる人だからやばい、やばい、あれは最高。またやってほしいね。今日顔熱いんだよね。なんで？ほっぺがすごいピンク。インドネシア行ってみたい。あ、行ってみて。インドネシアいいところだよ。オタク、それな。陸上公園で久々にひなちゃんを見たけど、なんだって、めっちゃ踊れてて普通に泣かないで。絶対泣いてないでしょ。イートテックデビューした。あー、よかったよかった。モコモコデビュー早くしてください。うん。星投げて、そう、星投げてた。先週の ANN、 あのノースリーブスさんでやってね、私こし小島春菜さんがとても好きだったんですよ、本当に。そうだからね、見てた。めちゃくちゃ面白かった。もうなんかトーク力がすごい。
そう、なんか昔のなんだっけな、なんかあったじゃん、ノスリームス公演みたいなのあったじゃん。あの時はすっごい面白いなと思って見てたんだけどやっぱり面白いんですね、すごいな、尊敬、トーク力尊敬。小島さんしか勝たん、それ勝たん勝たん勝たん。そう、うーん、23日冬眠しに行きます、あ、おいでそう、ノースリーブスね、懐かしかった、あの3人をこうまとめてみるの、あの3人やからこその MC わかる、なんかこう高橋みなみさんがなんかこうめちゃくちゃいじられるっていうのが面白いそう、すごい面白いで小島さんがこうなんかそう、なんかおしゃれすぎていじられるのも面白いすごい好き。好きな曲、好きな曲はもうリラックスがずっと好きなんですよね、本当に。ジュンクレとかもすごい好きなんですけど、基本的にリラックスがナンバーワンで好きです。種とか、うーん、尊いね、尊い、君しか好き、あー、わかる、好き、久しぶり久しぶり、種が好き、あー、わかる、種一緒、種とリラックスとジュンクレかな。クレッシェンド、トゥルルルルやっぱおしまい、卒業してもしない、そうだよ、卒業してもずっとボールオタクできるからね、うん、応援してるからフレキス派の僕いや、今フレンチキス大好きよ、レンチキスはね、レンチキス何の曲が好きだろうな、レンチキスはなんかこうふわふわしてるイメージふわふわしてる、かわいいなって感じ。ノースリーブは神、それノースリーブス神だからねリバー、懐かしい、もうかっこいい、あれはもう本当にかっこいい、本当に、あの大島優子さんとかすごい、秋元さんとかすごいかっこいい、うん、かわいいさんのボレ、かわいいね、すごい人気ですもんね、確かに今でも人気ですね、うん、僕は新田です、私も新田好きです、新田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 はなんか平和って感じだった平和なイメージ、みんな平和だなって感じ。ウィンクが好き、なんだっけ、ヘタピウィンクが好き、ウィンク上手にできないよみたいなダラダラダラな、ウィンクかわいい、うん、ウィンクしてほしい、上手なんですよ下手っぴじゃないんです、そう、タイローか走りたい、なんかギュッギュッギュッとしてみたいなやつあるじゃん、なんだっけあれ、あれ何やれギュッギュッギュッとしてみたいなあれめっちゃ可愛いんだよね、なんだっけちょっと忘れちゃったギュッギュだけなの、あれギュやあれギュだけなのあれギュだけなんだ、ギュッギュッギュッとしてあれ可愛いギュだったギュだったまんまそれそのままだったね、うんうん、バレンタインデーキス、バレンタインデーキスはなんかタリローク走りたいさんがこう解散された時は誰が歌うようになったんですか、あれは。バレンタインデーキス、ダラララララ。バレンタイン、バレンタインも言うてもうちょっとですね。
やちゃんギュギュしたおいで。こんばんは、こんばんは。バレンタイン的キス、そうカバー曲だからさ、ワルタイロンか橋井大さんが解散された後は誰が歌ってるのかな。普通にホテトグループ歌ってるんかな。やっちゃんからのバレンタインチョコはめちゃくちゃ美味しいですよ。おすすめです。ひなからもらってください。他の子じゃなくてひなからもらってください。チョコの愉快しか勝たない。そこでも曲を出してくるんか。あ、次あれでしょ、口移しのチョコレートっていう曲名が出てくるんでしょ。全部受け止めず、やったください、あげます、大好き、やった。先読み、そう先読みした。あ、チョコの奴隷、あ、チョコの奴隷言ってなかった、くそくそくそ、チョコの奴隷があった、チョコチョコしてるな。早めのバレンタインデーセトリ、え、バレンタインデーセトリやりたい、今絶対バレンタインデーキスやりたいもん、口移しのチョコレートもやりたいけど、あれはこじはるさんしか勝たんので、ああブンブン言ってる、今日新しい服買った、いいな、ひなも新しい服早く買いに行きたい、ネットで買うか行くかで悩んでる、でも行く時間がね最近本当にね、なんかいろんなとこ行ってるんですよ、チャーミングトリップっていうね、こう STU48 がねユニットみたいな感じで分かれたんでユニット活動してるんですけど、チャーミングトリップがいろんなとこ行くんでね、そう、あ、でもここ2日間は昨日から学校の合宿に行ってて、ひなそう今日帰ってきたんですけど、そう、それでねなかった、できなかったんですけど、ショールームとかいろいろ頑張って、頑張るよ、インスタ見てる、やった、嬉しい、やつの萌え袖好きだ、萌え袖、これでも本当にブカブカなの、見て、タルンタルンタルン、だからもうもはやひな、なんか萌え袖じゃなくてこうやって着てるからね、これいつも。合宿、そう合宿したんよ、やばくない、学校ね、学校の合宿したた、したたしたた、うん、あ、合宿で友達できるかどうかはもう本当に聞かないでいただきたい、はい。大きすぎ、そう大きすぎなのかった、まあ普段着るしとか、暑い方がいいからね、あったかいです。あ、のりぱんさん、くまちゃんありがとう、くまん、とりあえず友達いるということで、あーん、あーぼ、言わないよ、おい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 。その話はせんでいいじゃんね、合宿イコール恋の始まり、あ、そんなこともなく終わっていった、ね、ゆいかちゃん、ゆいかちゃんで、ゆいかちゃんなんだ今、ゆいかちゃん、くまちゃんありがとう、くまー、俺が友達になろう、あ、よろしく、父ちゃんの最近の、いや父ちゃんとは結構ずっと仲良かったけど、あのインドネシアにいてね、結構ずっと一緒にいる期間が多かったから、足が痛いのよ、足がね、冷え性なの、足が冷やいの、でも上半身も熱いの、どうする、お布団入る、お布団入ろ、よいしょ、お布団、 I love you お布団、
足はしびれてないよ。よくしびれるけどしびれてないよ。お布団入った。お、落ちた。充電器落ちた。充電器ないとスマホが死んでしまうんですけど、ちょっと待って、やばいやばい。眠くはならんけどね。お布団気持ちいいからね。よいしょ。ネズミ。あ、はまらん。うい、オッケー。オッケー。こんぐらいでいい？こんばんはしゅけ。やっほー。見に来てくれてありがとう。わしゃいわしゃい。キーウルマイとかわいいやろ？いただきものですけどね。ネズミ。ハリネズミの持ってる。おお、そうなん。小物かわいい。後ろのやつかわいかろう。あ、そう、これ光るんよ。いくよみんな、暗くしてあげるね。よし、いくよみんな。ほら、光った。微妙。あ、ここに置いとってもね、わからんのよ。暗くしたけどわからんのよ。あ、眩しい眩しい。うー、分からんのや、全然分からんのやけど光っとる。消します。そう、こいつはスノーマン。スノーマンです。すごいすごい。でもね、12月になったらもうちょっと豪華になる予定だから待ってて。まだこれ今11月のね、クリスマス準備中モードだから。そう、待っててほしい。わかりづら、確かに。それいいな、欲しい。そう、でも可愛いでしょ、可愛いでしょ。全然わからん。光る者たち、おい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 。ちょっとこのショールーム、まゆさんのファン おるん。うーん、よいしょ。そう。ケンです。こんばんは。お、見に来てくれてありがとう。わしわし。インドネシアからこんばんは。本当に？なんだっけ？先生、あ、違う。し、せ、あ、なんだっけ？忘れちゃった。インドネシアのこんばんは忘れちゃった。今、待って。し、しす、あ、なんだっけ？やばい、もやもやする。やばいやばいやばい。わかんないわかんない。し、しす、なんだっけ？しゃ、しゃ、わかんないや、もう忘れちゃった。あ、言った今だって。すい、さ、なんかね、しとかね、すとかの辺なの。なんだ、すいす、すい、すいす、ぜ、あー、わかんない。もう、もう忘れました。調べてください。そう、もう忘れちゃった。ちょっと勉強してたからさ、なんで2日間ぐらいさ、ずっと学校の勉強してたからさ、セルマってもらう。ああ、そんな感じだった気がしてきたな。スマイルください。ニコ、かわいい。ありがとうろー、ありがとうろー。し、シスではないですね。お寿司は好きですよ。寿司の、そんな感じ。そう、紅葉見たくない？え、紅葉は見たい。え、本当に見たいの。あの、紅葉綺麗なところ行きたくってね。宮島まで行かないとないのかな、あるかな普通に。毒綺麗かな、綺麗なとこ行きたいなってずっと思ってる。コスモスも見たいの。あとでもコスモスはもう終わりらしい、調べたけど。くそ、紅葉を見に行こうよ。わー、面白い。あ、キクサ、クマちゃんありがとう。クマ、桜はよ、あ、桜もね、見たいけどまだまだだね。北
海道もすぐ冬、あ北海道は確かに季節の変わり目がもうすぐ冬になりそう。一緒に行こうな、あ一緒に行こう行こう行こう、うーん本当に行きたいの、紅葉とコスモスを見に行きたかったの。でもコスモスは終わりなのかもしれない。紅葉のおすすめをぜひハッシュタグ左プーかインスタグラムのコメントでもいいので教えてください。京都めっちゃ混んでる。京都は混みそう確かに、京都か、でも瀬戸内じゃないああ明日の予定が来た、おお京都ガチ恋やな何そのガチ恋みたいになんでそうやって言うのガチ恋みたいにこういう言わないでくださいあくまちゃんくまちゃんくまちゃん、止まってね、麻婆さん、くまちゃんありがとう、くまストーリーのコメント、あ見てるよ、見てる、そう見てるけどなんか一応って感じ、なんかなんていう絵文字みたいなのは見てないけど、いっぱいありがとうって思いながらいつもスクロールしてるそう、宮島もむねん、宮島もむ、あああれ読んだのに返して、あろ面白いなバイバーイ、はい、あマネージャーさん、そう今のマネージャーさんなんで、うちの赤のセルさん、くまちゃんありがとう、くまー、あう紅葉まんじゅう、あもみじまんじゅうか紅葉まんじゅうって何って言うと恥ずかしいもみじまんじゅうだった、紅葉のライトアップ見たことない、見に行きたいな、ゆうの、そうゆうのマネージャー、ひなのおうちの専属マネージャー、妹マネージャー、そう、こんばんは、こんばんは、イルミネーション見るの大好き、そうだから今度広島のイルミネーションと一緒に撮ったやつは絶対載せるって決めてる、バイバイ、おやすみ、いい夢見ろよ、うーん　こんばんは、インスタにあったいちごのやつ、いちごおいしいよ、いちごおいしい、ほんとなちゃんにガチ恋はどうぞしてくださいセブンのいちごかもくら、あもう食べたかもしれんすぐいちごの新商品食べるからな、ほんとにサンタさんに会いたいな、かわいいかわいい、ありがとういや昨日さメールでめちゃくちゃ大好きを送りまくったの、ずっとね空いてたから時間がずっとだいすぎだいすぎって言ってたそう、あやめてやめてやめて、学校でぼっちだからもう誰とも話す人がいなくて、そんな大好きめちゃくちゃ言ってたとかそういう想像するのやめてね本当に本当にそういうのじゃないから、別にさそういうのじゃないからさ、全然全然そんなことないから、あじゃないよ、おい
朝しちょっとやめてよ、そういうのじゃないから。減らってる、あ、目減らってはない。そう、ちょっと大好きを伝えたくて。なんでそんなみんな朝しってコメントするの、ひどいよ。ざわ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 しないの。カタカタタタキキキク。ね、早口言葉予想してるでしょこれ。カタカタタタキキキがめちゃくちゃ高かった。カタタタカクって言えない、やばい。カタタカク、カタカタタタキキがめちゃくちゃ高かった。言えた。言えた言えた。なっちゃんこんばんは、こんばんは。泣いてないし。おい誰だ今ぼっちって言ったやつ、通報するぞ。やめてください。狂気を感じる、そう狂気感じるメールです。たまにはメンヘラメールを送ります。皆さんのことガチ恋なのよね、怖すぎる。髪型かわいい、三つ編み、そう三つ編みしようとしたけどツインテールもしたくなってね、途中まで三つ編みしてるツインです。手記嬉しい。ご飯食べるの、いってらっしゃい、バイバイ。ひなは今日はしゃぶしゃぶを食べたよ、お家でしゃぶしゃぶ食べたんだ、最強ついてる。僕の好きな最強ついてる、ついてる、ついてる、できない。できた、ツインテールだよ、ツインテールになったよ。変な髪型、幼い、確かに。ひみくん面白い、やめてよ、みんなコメントセンスがやばい。ロリ、そうロリ、でもこんぐらいでさ絶対あれだよね、髪の毛短いとこんなツインできない。あ、すごい。面白いこの髪型、ズボル、やばい、見てみんな、ズボルこの髪型。面白い、うん、3歳児になっちゃうね、3歳児だ。エンジ、確かにエンジだね。そう、今割と髪の毛ね短いかったらね、あのなんかエンジになるの。ランドセル必死、やめて。うんうん、赤ちゃんピオちゃん、赤ちゃんピオちゃんにいつでもなれる、この髪型をしてこれを持ち上げることによって私は赤ちゃんピオちゃんになります。この時間配信大丈夫、やめてよ、9時までできるよ、あと1時間ぐらいできるよ。そこやけど、本当に大人っぽい方が好き、嬉しい。今髪の毛ねちょっと伸ばし中なんですよ、大人っぽくなるために。大人っぽくなるために髪の毛伸ばし中なんですね。そう、いつか夏になったらパーンって切りたい。ロングだと色っぽいね、なんかロングだと大人っぽいイメージ。ひだもわかる、それ、そうだから伸ばしてる。ちょっとインスタ女子になったのでね、ちょっと大人っぽくなりたいなと思った岩田ひなしでした。切らないです、あ、ちょっと変になってきたな髪型。ちょっと変えたくなってきた、髪型変えたくなってきた、やばい、こっちが変になった、変える。
あんなに投票で決めたのに髪型変になっちゃったから変えるっていう。自由な岩田ひなでございます。ショートカット大好き人間。じゃあちょっと夏になるまで待ってください。うー、髪が解放された。今はこんぐらいの長さになっております。ポニーテールにしようかな。ツインテールにしようか迷う。ドゥルドゥルドゥル。どうしよう。どうしようかな。まあツインテールにしよう。何どっちがいいの？わかんない。みんなどっちがいいかわかんない。下ろした方が好き。本当に？ありがとう。おろしだよ。秘密ツインはしませんね。ポニーテールツイン。あ、もうどっちどっち。ツインね。ツインかな。あれ、おろし、あれポニー。わかんない。みんなわかんない。どっちなの。でもヒナの配信で投票したら大体ポニーテールになるの知ってるんだよな。だからツインにするわ。みんなのこと無視してツインにするわ。岩田は今日はツインテールの気分なんじゃい。いて、引っかかった。なんか、あ、なんか高い高い高い。キュッ、オッケー。ね、片方ツインです。あ、髪伸びたなーって思う。ショールーム久々にやるからかな。髪伸びたなーって思った今。ブン。はい。あ、なんかボッサだ。この辺がボッサだ。アイロン当てた。アイロン当てたいな。あ、いや。はい、ありがとう。どこまで伸ばす？もうちょっと。ここまで伸ばし。そう、最強ツインテールでした。あ、でも最近ツインテールしすぎかな。ポニーテールにしようかな。あ、もうやばい。どうでもいい時間が今流れてるから。岩田ひなの配信の一番どうでもいい時間が今流れてる。この優柔不断な岩田ひなを見る一番どうでもいい時間が流れてる。一番どうでもいい時間が流れてる。やばいやばい。苦情が来る。うん、そう、乙女だからさ、髪型悩むんだよね。乙女だからだよ。乙女だからめんどくさいんだよね。似てようにした。ブン、すっきり、すっきりだね。急にすっきり。こんばんは、今仕事終わった。お疲れ様。どうでもいい時間もう経ったよ。起きて。最強ポニーテール、最強ポニーテールです。最強ポニーテール。ポニーテール揺らして。全然見えない。高く結んでないから全然見えない。こんなあらかさまに揺らす人はね、ちょっと持ってないのでやめた方がいいと思います。うん、その髪型でいいのかさ、いいのかとか言われたらさ、また決めなきゃいけなくなるから、ほんとどうでもいい時間流れちゃうから。またそう、北海道から、あら、はじめまして、見に来てくれてありがとう。わっしゃいわっしゃい。仕事だから少し見れない。頑張って。ポニシジュ、ポニシジュはもう季節外れだよ。ポニーテールです。ちゃんとしてます。あ、なんか一本残ってる。
近残業多いの。ああそれはクレーム言っちゃえクレームだ。一番好き、嬉しい。今日誕生日なの？ハッピーバースデーりょうちゃん、お誕生日おめでとう。あざといポーズ、あざといわた真顔になってしまう。お布団、お布団あっち。おーやばいやばいやばい心臓発作、今心臓発作してるから待ってね。ちょ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 、心臓発作起きた、心臓発作起きた、心臓心臓発作起きた。ナイスキャッチ岩田ひな、運動神経だけはね取り柄なんでね。いやナイスキャッチ、びっくりした。 AED 必要だった、危なかった今、ちょっとギリギリセーフ。あばばばば、あばばばばだったね。あばばばばって言っちゃった。あ、血糖値が上がる、はい。反射神経ではなく、そう運動神経がいいからね。反射神経言わないで、運動神経がいいんだって。救急車見ました。あ、大丈夫です。血圧はみんなみんなさ、こうさ、ひなさすごいさ、言葉の間違いに厳しいめっちゃ厳しいやみんな、ひどいよ。面白い。運動神経はやめなさい、心臓に悪いね。ごめんね、みんな絶対びっくりしたでしょ今の。ひなだったらびっくりする、こいつ大丈夫みたいな。岩田ひなに厳しい、ピオちゃん優しくしてよ。もうギャイニャヤッホーリーくん、ひなちゃん超久しぶりやね。私は甘やかしたい、あぜひ甘やかしていただけるととても嬉しく思います。あはまちゃさん、くまちゃんありがとう、くま。優しくなりたい、優しいよ、みんな優しいよ。赤と詰めてやる、それマジで。ほっぺた赤くなって、そうほっぺた赤いの今日、なんかね、上半身が熱いの今日。そうでも足はめちゃくちゃ冷え性だから、冷えいっていうね、赤いの今日ほっぺが、天然チークも。うーん、今度一緒に野球しよう。あ、ちょっと野球は苦手。あでもね、あれ得意だよ、なんだっけあれあるじゃん、野球じゃなくてさ、なんかもう一個あるじゃん、あれなんていうの、ハンドボールなんけじゃない、なんだっけあれ思い出せ。ほっぺむにむに、あほっぺね、むにむにですよ、ビヨーン、ボボボボボ、んソフトボールかな、ちょっとわかんない、埋もれてる。かな、ソフトボールかな。うーん、言葉が出てこない、そう岩田ひなちゃんね、語彙力ないんだよね。マネージャーさんからでした。なぜそんなに伸びるの、あなんかね、多分ほっぺについてるお肉が多いんかもしれない。卵菓子はね、苦い思い出があるね。卵菓子はね、小学校2年生ぐらいの時ね、ひな今身長ちっちゃいじゃん、もう小学校2年生なんかほんとめっちゃちっちゃいの、もうなんか一番前だった、多分一番前か2番目、ほんとそれぐらいのレベルでめっちゃちっちゃかった、小学校2年生ね、卵がすごい大きいの、だからもうね、そう
一緒に転がっちゃったんだよね。玉と一緒に転がっちゃったんだよね。あーって言ったらあーってなったんだよね。あれはトラウマだよあれはトラウマだよね。練習の時になっちゃって、もうそれから本番までずっと玉をねツンツンやりながら転がるし、これし言ったことないから、これしな、ね、しながらツンツンやりながら転がしてた。そうでもこれはね誰にも言ってないからまだしな、ね、本当にツンツンやりながら玉転がしてた。怖いな玉がそうそういう話そう、うん、うーん全国配信面白いやばいやばい玉転がされ、玉転がされだから本当にねそうここだけの話、内緒内緒、転がるひなになる面白すぎるそのコメントのセンスは本当に素晴らしいと思いますねじわじわ俺の心も転がして素晴らしい、コロコロふざけてるうーん一番ね、お本当だありがとう、説教うーんそうですね、いろんな人が見れますねなのに私は今黒歴史を言ってしまった。ん？みんなコメントのセンスがすごいね、面白い、みんないつももう配信しててすごいなーって思う、うん、さっきのことツイートするか、しなさい、しないでください、やめなさい、秒で拡散しないでくださいうーん、いやいやそれはどうも、あとても素晴らしいあ、瀬戸さん、くまちゃんありがとう、くまーん、23分だ、40分8分になったらスペシャルギフトは締め切りますね。そう、やちゃん発想力、やちゃんは全然ない、もう皆無、発想力皆無だから、転がし、そう、ひなたま転がしされたからな、苦手、玉転がし、あやばい、乗りたい、ほほほ、うーん、純粋なスマイルだけど、なんでそんな綺麗な、分からん、もうなんか、なんか流れるがままに流されたその時流れるがままに流されたな。そう、白玉転がしやめて、やめて、白玉ちゃん、私の大切な大切な家族なんだから、12月10日まで、なんて動画に会いに行ける、握手会外れまくったけど今年最後のラッキーやって、来るの待ってるね嬉しい、じゃあごま久しぶり、久しぶり、白玉ちゃん食べました、何年ですか、今いますちゃんと、うん、私の白玉ちゃん、ひなの、ひなのだよ、今日白玉みたいな服着てるよ、白玉、うーん、課外活動全持ちなの、大変だそれは、課外活動についてひな言ってなかったんだけどさ、めちゃくちゃ課外活動ひな頑張るの、もうこの配信が終わった後今すぐ踊り出すくらい頑張るからそう、ぜひ当たった方はね、もうめちゃくちゃ楽しんでいただけるととても嬉しいなと思います、もう本当にもう今課外活動のことがね頭の半分を占めしてるぐらいね、あのやばい、マジやばいって感じ
楽しみにしてる、しててね。チャートリ、そう、チャートリの課外活動は本当にもう神だからね。課外活動公演かな、楽しみすぎ、楽しみにしててね。じゃ神だから。うん、いきなりね、それは神話だ。そう、本当にもうこれはマジで、あのマジ見逃したって感じになる。そう、あ、見逃しちゃダメなやつだこれは。もう全部行った方がいい。本当にそんぐらい楽しみにしてて、楽しみの、そお待ってるね。全部取れた、すごい。そう。取りこぼしでかい、そう、これ本当に取れなかった人は取りこぼしでかいやつだから。配信されるか分かんないけど、されたらいいね。うん、鍋の季節、そうだね、初見です、かわいすぎ、おお、見に来てくれてありがとう、わしょいわしょい。1月は北海道から、あ、北海道から来るの、ありがとう。サンタさん握手券、サンタさん握手券は結局全部完売になっちゃったのか、まあ再販があったけど、来てる、見来てね、みんな来てね。サンタさんはね、こいつを持っていこうかと思ってる。あ、全然見えてない、この上にスラサがなってるやつあるじゃん、こいつ持っていこうと思ってるんだよね。もうちょっとなんかいいのあったら買おうと思ってるけど、うん、全落ちした、あら、まあ寂しいね。再販落選した、うん、あら、まあ、まあでもサンタさんだから人気かもしれんね。そうだよね、そっか。うん、再販たらん、再販たらんか、まあ再販やからな。うん、いや、サンタさん剣がないの遠くから見守っておきます。うん。うん、サンタよりヒナース、ヒナースはもう、もう。ん、サンタ以外は落選した、そうなんだ。うん、ねね、あ、はい、さっきね、はい、何でしょうか、コメント見てたらね、はい、なんかね、ピオニーって言ってた人おったよ。ピオニンって言ってる人がいたんだって誰言ったの、誰、は、早く早く挙手、早く挙手、ピオニンって、ピオニンって言った人誰、早く挙手して。うちのマネージャーが言ってるから、ほんと本気だよ、うちのマネージャー気になってるから、その人のこと、早く誰。ピオニンって言ったやつ早く出てきて。はいって、ほんまか、シュウくん、ほんまか。お前なんか面白いなあ。くまちゃん、あ、くまたまじゃ、高田守護神さん、くまたま、ありがとうでございます。くま、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 くまたま、ありがとう、くま、ちょっと待って、消し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 、あった。体が、あ、クマ、
100万ありがとう。あと屋根としさんが熊分ん屋根としさんが5000ハートハートいっぱい。ピョクマ、ピョクマだよ。妹はね、どっちなんだろうね。ちょっとあっちは見たことないんだけどね。自分のあのタブレットで見てるか、ママのスマホで見てるか、どっちかだね。どっちか。ちゃん好きなさ、嬉しい。あ、そうだ、宣伝タイム入りたいと思います。なんとですね、私岩田ひなのですね、インスタグラムが1週間前ぐらいに開設されているので、皆さんまだフォローしてないよって方はぜひぜひフォローをよろしくお願いします。フォローしてね。ですね、アカウント名は H 小文字ね、小文字で HINAアンダーバー NASO アンダーバー STU48 です。ですね、ひなのあそ STU48 です。よろしくお願いします。なかなか10個目入れない。そう、早めにひなが投稿して早めにコメントをした10人の方にはいつもハートをビビビビって押すので、はい、こう投稿したらコメントするっていう習慣を皆さんにねぜひつけてもらって、コメント全部読んでるのでね、その辺もよろしくお願いします。以上、岩田ひなのインスタの紹介でございます。もうフォローしてありがとう。この前いいねもらった。お、すごい。いいねありがとう。お、すごい。なちゃんがいいねもらおうねって。そうだよ、フォローしたよ、ありがとう。そう、でもね、今日ね、なんかね、こう何も投稿することがなくてね、投稿できなかった。ちょっとなんか見つけなきゃなと思ったんだけどね、ちょっとね2日間ね学校合宿というものに行ってたのでね、ちょっとあのなんか出すものなかったよね。申し訳ない。そこフォローしたっす。あー、あざっす。ため撮りね、そんとため撮りしようって思ったよね。でも明日またね、あのちょっとある場所にねチャーミングトリップしてきますのでね、明日明後日とチャーミングトリップしてくるのでね、あの写真上がると思います。楽しみに。いつの間にかポニーテール変わってる。そう、変わった。楽しみすぎる、楽しみにしててな。そう、今日ちょっと海は見たんだけど、あのね、めちゃくちゃすっぴんだったんだよね。もうね、前髪もしてなくって、もう本当にすっぴんだった。さすがに止まらなかった。私がインスタ映えじゃなかった。そう、インスタいつもめっちゃ綺麗、嬉しい。そう、インスタはね、ちょっと頑張ってね、こう可愛いって感じの、おしゃれって感じの写真を撮ろうと思っております。そう、ありのままの姿だった、本当に。そう。スピード加工で、あ、そう、加工でね、ちょっとメイクできる加工もあるんだけど、まあちょっとやめたいよね。ビューも変わらんやろ。インスタだから、世界だからね、ちょっとやめといた。インスタグラマーだな、それな、インスタグラマーに染まっちゃった。
いそう、世界ひろちゃん待ってる嬉しい。てか学校とかスマホ持ってていい？あ、全然いいよ。あれ、うん、全然いいよ昨日はポッキーの日ね、だね。あ、そういうのポッキーをねもらったんだよ、ポッキーを。あ、ポッキーどこ、あー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 、私のお菓子セットが落ちたよ。そう、ポッキーをもらったの。しかも見て、瀬戸内レモン、瀬戸内レモンポッキー。折れてないかな、めっちゃ心配なんだけど。あーば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 ー、やばいやばい。あ、ちょっと開かないんだけど。え、折れてそうなんだけど、めっちゃ長いんだって、これが長いんだよ、本当に。見て、顔より大きいんだよ。あ、やばい、怖い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 。折れてないかな、折れてないかな。瀬戸内レモンポッキーなのこれ。あ、怖い、本当に怖い、折れてそう開けたい。今何分？あ、37分、まだいけるね斬新な開け方。折れてたよ、みんな見て。そんな3分裂、3分裂されたらもう、これはもう、これはもうポッキーじゃないよこれもポッキーじゃないね。なに、え、なにこれ、え、嘘、え、え、チョコ、チョコかかってないポッキーとかの待って、みんなこれプリッツだった待って、みんなこれプリッツだった。え、チョコかかってないなと思ったらプリッツだった。みんな行くめっちゃ笑ってるんだけど面白い、プリッツだったポッキーじゃないんかい、ポッキーじゃないんかい、プリッツだったんかい。しかも3分裂してやばいんだって。あ、ちょっと恥ずかしいちょっとポッキーゲームやろうと思ったけど、プリッツだったし、ちょっと恥ずかしくなってきたからやめっぴ。あ、電気がついた。うーん、天然やったな、本当やな、めっちゃ天然やなんかついた。うーん、あ、クマ、クマった、クマ、クマったクマ、クマったクマ、クマったクマさん。あれ、クマったクマさんどこ行った？今クマったクマさん見えたんだけど、ひなだけなの？幻覚？嘘でしょおかしいな、なんでプリッツなんだろう。ポッキーだとずっと思ってたのに。でも瀬戸内レモン味のプリッツだって初めて見たんだけど、耐えれよ。うん、レモン、うん、あ、のりちょうさん、くまちゃんありがとう。くま、レモンだ、めっちゃレモンだ。なんかえ、塩レモンみたいな味がする。なんで？うん、塩レモン。折れてたからさ。取る。それな、こんな時間に食べちゃダメな。ポテト汚れたよ、美味しかったよ。塩レモンだった。プリッツだからかな、プリッツって塩って感じじゃん。塩レモン味、瀬戸内レモン、フレッシュレモン、フレッシュレモン他には他にもないの。なんかね、そう、昨日がね、なんか3年生送る会みたいなやつでね、クイズをやってね、なんかプレゼントのどれがいい順番みたいな、なんか選べたの。なんか箱の中身は分からんけど、なんかプレゼントが全部入っててどれがいいですかみたいなやつがあってね。でチョコのね、いっぱい詰め合わせみたいだったの。だから班で分け合ってみたいな感じで、めちゃくちゃお菓子あるのね、この中に今。これちょっと食べて、ほい、ほら
菓子いっぱいあるの。1ヶ月にわたって食べる11月間にわたって食べるあ、ケンタロウくん、くまちゃんありがとう。くま、そんな感じ。ビスコ、そう、みんな元気になれるビスコもあるし。うーん、送る会、そう、送る会なのうーん、そう、3時のやつにね、1日1個食べたたら多分1ヶ月かかるかな。プリッツ、次のチョコ行ってきます。それのプリッツってチョコなかったよね。そうか、なかったなって思った今。そうだよね、ひなはポッキー派カントリーマムないんだよね。ひなもね、カントリーマムあると思ったらなかった。なちゃん、初めまして。あら、見に来てくれてありがとう。わっしゃいわっしゃい。ユニット公演、お、よろしくね。18日待ってるね。うーん、何ポッキーが好き？んー、何だろうな、ポッキーは。普通のあのポッキーのあの極細がめっちゃ好きなの。でもいちごが好きそう、いちごチョコのやつが好き。あれは美味しいな。でも極細めっちゃ好きあれ永遠に食べてられる。なんかパリ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 わかる。お、嬉しい、分かってくれて。あれはもうほんと永遠にいけると思ってる。ひな、ずっと食べてるあれパリ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 みたい。でもいちごが味的には一番おいしいなって。だからいちご味の極細が私は早く出てほしいそう、うーん、降る雪が全部メロディーキスならデレデデ。メルティーキッスはまだ食べてない。うーん、ねえ、うん、ママがお菓子ちょうだいちゃった。なんかいっぱい持ってる。カブラさん、クマちゃんありがとうございます。クマ、後でもらうね。じゃあね。妹がお菓子をね、並みに来た。カツアゲ怖いよ。妹がお菓子取れてきた。成島さん、くまちゃんありがとう。くま、奪いに来た私のお菓子を。うん、妹自由だからね。あ、マネージャーだった、間違えた。あ、マネージャーだった。あ、違えた、妹じゃない、マネージャー、マネージャー。カツアゲは良くない。隠す面白すぎ。うん、マネージャーのカツアゲ、そう、マネージャーカツアゲするからさ、怖いよね。まあいいけど。うん、コロンコロン言ってる。うん、ぷぷこんばんは。ぷぷって呼んでるの？こんばんは。あと3分でスペシャルギフト締め切ります。治安が、そう、治安悪いんですよ、ここがね。あ、なんか、よいしょ。アポロチョコめっちゃ怒る。アポロチョコさっき食べた、美味しいよねアポロチョコ好き。今日もいなちゃんのことが好きな、そういつもそれしてくれ。うん、家事、そう、家事。うん、クロンクロンみたい。再三、じゃ、再販当たった？おお、おめでとう。待ってるね。
やっぱカプリコはね全然食べてないな最近。マクアリで待ってます。了解。そんな感じです。カロリー高い。そうなんだ、カプリコってカロリー高い。まあ高そう。カプリコ、うーん、そう、あー分かる、めっちゃ分かる。アポロのピンクとあのチョコの部分がさ分裂して食べるのめちゃくちゃ分かる、それ。でもいちごだけ食べたいって思って、いちごだけ食べればよく、めっちゃ分かるそれ。うーん、チョコボール美味しいよね。全然食べてないチョコボール。あ、今さらなんかひにゃめる取った。あら、あらららピンクのお菓子しか食べなさそう。そんなことないよ、あれ普通に食べるよ、抹茶とかも。面白い今の。あ、うーん、高野修心さん、くまちゃんありがとう、くまーん。あ、のりしょさん、こんにちは、ありがとう、くまん。ひにゃメール、ひにゃメール取ってね。今日全然遅れてないかもしれない。やっちまったー。ショールームやる前に送らないといけないんだよね。そっか、ちょっとインスタグラムのストーリーをねちょっと動画で撮ってたから時間なくなっちゃった。ごめんなさい、メール送ってる人に向けて。I love you。 やっちまった。ヘラヘラしとる、よく言われる、ヘラヘラしとるって。ヘラヘラしてません、してますけど。くまった。うーん、あ、じゃあ48分になったのでスペシャルギフトを送じゃない、スペシャルギフトラスト読みます。いきます。はい、高野しぐしんさん、だるまありがとう、しのちさん、ボンブランありがとう。あ、高野しぐしんさん、ハートありがとう。神田デールさん、だるまありがとう。ハートです。はい、ハート、ハート、あ、ハートここにある、うん、あるよ。ハート、あ、やだ、さん、ハート1万個ありがとうございます。ハート、ハート、ハート祭りじゃ、ハート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 。後で書きます、ありがとう、いっぱい。うー、後で書くね。ソロリンコさん、ハートありがとうございます。ヒデのヒデさん、ハートありがとう。マーボーさん、はバラありがとう。デムニャ、ダルマありがとう。カブラさん、風呂敷ありがとう。のんちゃん、バラありがとう。カナデールさん、タコありがとう。カブラさん、花束ありがとう。あ、カナレース、アイスありがとう。ヨワくん、モンブランありがとう。アリショウさん、花束ありがとう。あ、カナレースさん、モンブランありがとう。カブラさん、モンブランありがとう。にゃんにゃん、のりしょうさん、アイスありがとう。デミニャンコバありがとう。戦闘京都さん、モーブラありがとう。ニノさん、アイスありがとう。マンボウさん、コバありがとう。エイジホティートさん、モーブラありがとう。ハッセイさん、モンブランありがとう。イクシーちゃん、コバありがとう。あ、だるまもありがとう。ほよよさん、ハートありがとう。おしまい。あ、今来たやつしょうがないからよ。ひな大好きりょうさん、モンブランありがとう。高野しごしんさん、ハートありがとう。だるまもありがとう。ぐらいなんかな。
あ、ねえとさまもらありがとう。あいさまありがとう。スマイルさんありがとう。おしまい。よし。かきゅねー、かきゅねー、かきゅねー。いきますねー。よいしょ。ゴシ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 。ちょっと待ってね。51分、急ぐよ、急ぐよ。急ぐよ、ひなちゃん。いい、いい、いい、いい。ハート、ハート、ハート。よいしょ。はーい。にゃにゃとした。ハートタワー、ありがとうでございます。ハート、ハート、ハート、ハートー。ハート、ハート。ありがとうでーす。はい、じゃあ今からスペシャルギフト読んでいきます。急ぎます。15位から読むんだっけ。ちょっとやばいやばいやばい、スランプが、ショールームスランプが。13位からだった。ショールームスランプが、ショールームスランプ行われちゃった今。はい、じゃあいきます。13位、ノンスタイルさん。インスタの ID バクった。え、 ID バクってないよ、ひなは。誰もパクってません。はい、12、ゆいかちゃん、アットマーク、ゆいちゃむ、ゆいちゃむ、ゆいかちゃん、ありがとう。初めて壇上で見た気がする。はい、ありがとう。11、のっちゃん、アットマーク、あ、書き忘れてるのかな、これ付け足してもいいですよ今。付け足したらまた言ってください。ありがとう、のっちゃん。10位、マーボーさん、ラッコ、転がる、岩になれ、拡散。やめなさい。ちょっと岩田ひなのあの伝説の黒歴史は本当に拡散ましいです。9位、ミクポニーさん、財布忘れた、早く握手会行きたい。あー、忘れちゃったの。また申し込んでね、いつでも待ってるよ、ひなも。前に来てくださいませ。8位、のりしおさん、インドネシアでインスタは、ん、インスタひなはチャーミング、やったー、見てくれてありがとう。インスタもフォローしてますか。してね。7位、神田ねるさん、アットマークも、アットマーク、ももなー。見て開けたいものを置いてしまった。私のショールームで見て開けたいもの。嘘です。ママママありがとう。はーい、あ、なんかつゆびかに煽られ、クマ。クマ。はーい、うっごい、たかひろたかさん、あ、たかひろたかさん、ありがとうございます、来てくれて嬉しいな。また会いに来てね。5位、あのちゃん、やなちゃん大好きな祖、ありがとう、大好きな祖、また待ってるね。4位、カブラさん、ひなちゃんがいてこその僕の人生は、お、そんな嬉しい、そんなこと言ってもらえてありがとう。ひなもだよ。3位、高野昌信さん、3連休の個別行きます。あ、そうなんですか、待ってます。お話ししましょうね、いっぱい楽しみ、ありがとう。あ、たくむしごしんさん、くまちゃんたわ、ありがとう。にんかずんどこさん、ずんどこ、ずんどこ、いやいや、ガチ恋さん久しぶりでございます。くまたわか、くまたわ、ありがとう。そして今日の1位が、あ、間違えた、ドゥルルルルルパーン、ねやとしさんです。おめでとうございます、おめでとう。チャーミングいなちゃん楽しみすぎる。お、お楽しみに。明日もチャーミングトリップ、明後日もチャーミングトリップしてくるので、インスタぜひ皆さんチェックしてフォローよろしくお願いします。お友達にも拡散できたらよろしくお願いします。はい、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 うん、はい、はい、はい、そしてスタバで君に会えて人生変わったじゃないよ、ボーイ。
いい方ならいいんだけどな。めっちゃ恥ずかしいから、あれは恥ずかしいから。はい、それではありがとうございました。56分ですね。ちょっと名前をバババーっとですが言っていこうと思います。ちょっと近づけようかな、名前言うときですね。はい、行きます。ハマチョさん、スマイルさん、アキさん、オムスちゃん、ナツキクマさん、ハックン、ケンタロウくん、黒船さん、ミクポニンさん、キリュウくん、アブテツくん、のんちゃん、あ、名前を自分の名前をコメントに入れてくれた方が読みやすいですか。ねりひめちゃん、とみさん、しばさん、あっこさん、マーボーさん、ぽよえさん、みなさん、生徒京太郎さん、ひなてやなんそうさん、いるさん、さきさん、失敗パーマさん、TM さん、エリカスタイルさん、翔平くん、がっくん、デブニャン、のりしおさん、すーさん、なぼすけくん、さとあきさん、ゆうじんさん、はなちゃん、あ、はやさん、かずきくん、大仏丸さん、花ちゃん、たってさん、こむけんくん、なるとさん、もりもりさん、むぐちゃん、かむらさん、はやちゃん、ひろきさん、くっかいさん、ようへいさん、あい、ロールフルフさん、しゅうく、なるとさん、はい、そんな感じで、かっちゃん、あぶりさまさん、ありがとうございました。あ、エジホテートさん、ありがとうございました。それじゃあ57分なので、今日もいっぱいスペシャルギフトとお星様とコメントいっぱいありがとうございました。あ、コメント下に出てるのかな、どうだっけ、下かな。ありがとうございました。またひなの配信をぜひ見に来てくれると嬉しいです。なのでフォローとかよろしくお願いします。久しぶりにね、インドネシアに多分3日間4日間ぐらいいた、実質いたって感じなので、とあと合宿昨日今日とあったので、大体1週間ぐらいね、いろいろあったんですけど、今日はショールームできてよかったなと思います。明日できるかちょっとまだわかんないんですけど、できたらやろうと思いますので見に来てね。それじゃあインスタグラムをやってますので、インスタグラムまだフォローしてない方はひなアンダーバーナソアンダーバー STU48 で検索して見つけてください。フォローよろしく。はい、あ、今日あんまりメール送れなくてごめんなさい。ハッシュタグひなリップはいつも見てます、ありがとう。そんな感じ。はい、1万6205人の方見に来てくれてありがとうございました。フォローよろしくね。ショールームのフォローもね、1万8000人超えてとても嬉しいでございます。大好き好きだぞー。バイバーイ、バイバイ、投げキス、ありがとう、またね、おやすみ、おやすみ。バイバイ、バイバーイ、僕もありがとう。